ちっちゃい子供の靴がいっぱいある、かわいい。てかこっちの靴が超かわいい、見て。なるほど。かわいい。子供の靴でしょ。え、こんなちっちゃいの。あ、こんなちっちゃい、うん、こんなちっちゃいことある。だってこんなちっちゃいの。生まれたてじゃん。生まれたばっかり。靴履くの歩かなくない、だって履かせたいんだよ、履かせたい。立たせたい、履かせたい、履かせたい。これミニチュアだ。でもそう、でもそう、あ、ミニチュア可愛いね、うん、でもやっぱりミニチュアっていうかさっきのガラスが一番綺麗だろうな、うん、あ、ね、犬あ、ショフォー元気ワンは覚えられないけど元気可愛い、うん、おめでとう。これはナポレオン3さ、さ、さ、はい、C'est pour mettre des photos. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Oui. Parce qu'on ne l'a jamais vu, c'est la première fois. D'accord. Je vous montre. Ok. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, 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 c'est vrai. Attention. C'est vrai. Ah, d'accord. Et... Voilà. Ah.C'est jamais, hein? Oui, c'est le premier fois. C'est magnifique, oui. Ah bah oui. C'est magnifique. C'est Napoléon III. Napoléon III? Oui, oui, oui. C'est beau. Et on met des photos ici, c'est ça? Oui, oui, c'est pour mettre des photos. Oh, oh, attendez, attendez. C'est. Oui. C'est, on dirait un théâtre. Oui. Vous voyez? Quand on l'ouvre. Ouais. C'est beau, vous voyez, on dirait un théâtre. Ah ouais. On dirait, hein? Oui.Wow. Ça c'est Napoléon III, ça c'est Napoléon III, oui. Ça c'est une boîte à gants. Boîte à gants non, boîte à bijoux. Ah, boîte à bijoux. Oh. Boîte à bijoux. Boîte à bijoux. Et ça, boîte à gants. Ah, c'est boîte à gants. Quand ça s'ouvre devant. Oh là là. Quand ça s'ouvre devant. Ouais. Ok. Oui. C'est beau, né. Et là. Ouais. Ici, ok. Ah, c'est joli. Peinture. Oh, c'est trop mignon. Kawaii. Kawaii.Et ça, c'est Napoléon III, c'est du boîte à jeux. C'est une pièce. Des boîtes à jeux, Napoléon III. Alors ça se ferme comme ça. Ouais, c'est la boîte. Ah ouais, c'est joli. C'est beau. Vous avez trouvé où ça? Ah ben ça, on achète à des collectionneurs. Ah, collectionneurs. D'accord, collectionneurs, d'accord. Ouais, c'est bon. Et vous en avez? Vous avez une petite boîte à peinture là, une petite. Ah oui. Et vous avez une autre. De Dieu, boîte de Dieu, ok. Ah ouais. Waouh. Et ça oh. Et ça ouais. C'est pour mettre les cigarettes. Ah, ah ouais. Napoléon III aussi, hein. Ah ouais. Waouh. C'est gros, hein. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Ah, votre collection, c'est vraiment magnifique. Je suis dans le temps, hein. C'est gros. すごいね。いろんな大きさの。こっちシガレ、こっちシガレットなんだね。すごいね。なんかシガレットってちっちゃいからレッドなんだ。あらら、セマニフィーク。すごい。すごいね。メッシボクです。メッシ、メッシアバ。面白い。うん。やっぱりああいうものをちゃんと残してるのは素晴らしいよね。うん。あ、ここは布がいろいろあるぞ、うん、かわいいよ、かわいい、うん、マミチンでもやるんでしょ、何よ、裁縫、え、しないよ、え、なんか上手だって言ってたじゃん、うん、なんか同級生が中学で、そう、でもなんかそうね、昔は好きだったけどな、あ、でも綺麗ね、布もね、うん、このほらレースのとかすごい綺麗だね、うん、昔のこのほらこのナプキンとかも、うん、かわいいよ、うん、マミちゃんこれで裁縫までやりだしちゃったらもう何でもやれますって、うん、ボタンってどこにあった？ボタンはね、こっち、あ、こっち、うん、あ、なんかすごい
見てこの繊細なボタン、すっごい綺麗、ね、うちのお母ちゃんとかまたそれも欲しがるんだけど、俺も分からないからな。すごいね、綺麗だね。なんか道具って買ってこうかな。そうね、マミちゃん選んでよ、俺買うから。でもさ、ね、服の色とかもあるからさ。なんかね、メイクにいろいろ服作ってるの。それ知ってるけど、わかんない。これとかも可愛くない？うん、それは可愛い。可愛いよね。スーさん、いくら乙女おじさんとはいえさ、ボタンのとか選べないからさ。でもさ、本当にボタンだって数とかさ、みんな服にもあるからわかんない。それはもう、こういう風な服を作るって決めてからじゃないと無理くない？こんな紐とかある、すごい綺麗。本当だね。うん、リボンも古いのがいろいろあって素敵だよ。へえ。あ、こういうの昔好きだった、チロリアン風のやつ。これ可愛くない？可愛いよ。これ可愛い。これ買ってこうかな。なんだろう。で、これチロリアンテープ。これでほら、こういうとこピーってしたりとかさ。可愛い。これうちの母さんに買っていこうかな。うん。お土産。なかなかこういう。普通はね、こういうのはメーター売りで買うものなの。そりゃそうでしょ、メーターで買って。これとかも可愛い、ほら、ちょっとボンポワン風じゃない。なんかさ、そっちの方がまだ買いやすそうじゃない、ボタンより数とか分かるし。うん、いくらなんだろう、分かんない、聞いてみないと。これ可愛いなって思って。うん、それ可愛いよ、すごく。これ可愛いよね。うん、でもちょっと色が結構なんか合わせるのが難しいかな。アンシアンな色になってるけど、いいのかな。これも可愛いよ。これも可愛いよ、私的には。かわいいね、確かにうちのおばあちゃん好きそう、うん、確かにそっちの方が合わせやすいのかな、うん、これね、結構色がなんか錆びた色になっちゃってるから、なんか日焼けした色みたいになってるから。日本だとこういうの見つけるの難しいのかな。全然わかんない。わかんないのね、おじさんも。おじさんの感覚でいく。おじさんの感覚でいくと、これもかわいいよ、うん、これは1メートル2ユーロだって。お母さんに電話して聞いてみたら、今分かった、ちょっと待って。その方がいいんじゃない。C'est pour les bébés? Non, c'est pour les poupées. Ah, poupées! C'est trop petit. Oui. Oui. C'est trop petit. Merci. Voilà. Ok. Hop, voilà. Alors, oui, je vous rends 10. Oui, merci. 子供じゃなかった、やっぱプペだった。そうだよね。見てもいい、ボタン。もちろん。どんなの。はい。これとね、あとこれを買いました。お母さんに買いました、はい、はい、これキラキラキラして綺麗、うん、ね、うん、はい、メッシー、僕アビアント、メッシー、アンバーボジョネ、おー、ここも綺麗だよ。これは、あ、見つけちゃったじゃん、マミちゃん。でもこれかな、ちょっと違う、ちょっと違うね。うん、ちょっと違う。なんか切り込みの色が違う。あとここが違う。でもなんか私新人ハノと一緒やねん。これバカラだ。バカラの綺麗だね。そう、バカラの、ね、これ綺麗。でもちょっとちっちゃいのバカラ。マルコンやちょっとあれがちっちゃい、ね。そうなんですよ。これはちっちゃい。綺麗だけど。うん。ミントン。本当？すごいね、見つけるのが早いね。本当だ。高い。高いけど。いくら？75ユーロとか。高っ。あ、でも、あ、でもさっきのやつのさ、うん、グリーンバージョンの大きいのいるよ。ほら。わお。これも綺麗。本当だ。綺麗だね。うん、うん、高いね、うん、さっきのところが絶対安いよ。だってさ、ね、これ1個80ユーロしてるもん。あ、そうだよね、分かる。だから30ユーロ安いなと思ったもん、うん、かわいいけど、まあそれなりのお値段がする。そう、これかわいい。35ユーロもするけど、サンアマンドだって。
かやっぱティーカップは可愛いね、イングランドのものが。でもこれあれじゃない、なんだっけ、こないだ俺たちが買った、あ、違うか、これバレットみたいな名前、あ、違うか、素敵だけどね。あ、ティーカップ持ってるからね。そうなの、もうこれ以上買えないのよ。5ユーロ、2ユーロ、あースーさん、これさ、ほらあれだよ、あの、あの、なんだっけ、お手紙にさ、ローでさ、こう、あ、見て、昔持ってた、すごいこういうものが好きで、でも、これをつけてお手紙を出すことがなかったそうね、なかなか、ね、うん、これローをね、ここにね、こう、自由って厚くしてつけてね、うん、えいってやるとね、ロー、風浪が、風浪っていうんだっけ、ローで封印できるやつ。これ何？これ？針。そう？わかんない。ここで隠し持っとってプシュってやるんじゃないの？暗殺者。そう、暗殺者。すごい、ちゃんとほら虫眼鏡がこうやって用意されている。お、これはルイヴィトンじゃないか。ほら、見て、ルイヴィトンって書いてある。ほら、見える？ほら、これ。あ、本当だ。今見えた。大丈夫？カメラを通して見てるから面白い。この虫眼鏡自体も30ユーロで売ってる。そろそろ目が悪くなってきたからいるかもしれないね。そうね、気をつけないと。欲しいものがあるわけではないかな、美しいけど。なんかこれ一人用に可愛いかもよ。出た一人だ。ほら。そうね、確かに可愛い。探し求めてるじゃん、一人用。でもちょっと高いな、30ユーロ。だって私、ツーさんに割られたの15ユーロぐらいで買ったからな。しつこく言ってくるね。こういう機会に行ってみようと思って。すごいね。いろんな置物もいろいろあるよ。私ね、ここかわいい気がしてみて。何このちっちゃいの、かわいくない？本当だ、かわいい。薬とか入れるの？ほら、見てほら、ちっちゃい。ミニチュアマインドとしてはすごい可愛いんだけど、ほらとかほら見て、こうやってね、ほらほら、可愛いんだな。ハンドメイド、グリース、これギリシャのだ。こういうの昔持ってた、こういうの。何それ？メイドインインディアン、やっぱこれも小物入れ。へー、なんでうちにインドのものがあったんだろうあとこういうのとかさ、ほら、こういう、これも入れ物ね、うん、これ、あ、これ、あかんの、かわいいんだ、こういうのね。あ、これとかも、こう、見て、ほら、見て、これ超かわいい、ほら、うん、でね、本当だ、ほら、よいしょ、あれ、あかんの、ほら、ほら、かわいい、かわいい。これはポーセリンダート、こういうの、こういうとこに入れて、こうやってお薬で飲むんだよ。見て、こっちに今度はフクロウがいる。お母さんにフクロウ、お母さんフクロウ大好き。うん、でもなんかそういうんじゃない、もうちょっとこう、あ、もうちょっともうちょっと素朴なやつがいい。見てこれとか、ほらツーさん見て、ほらバッグ型になってる。本当だ、かわいい、ね、でこの中に薬が入れるんだよ何かと薬持ち歩くね。うん、みんな昔はほら着付け薬を持ってたんだよ。へえ、あの、コルセットで締め付けるからさ。なるほど、失神しちゃうの？そうだよ、失神する時の着付け薬を入れとくんだよ。へえ、これも可愛い、ほら、ほんとだ、これはイスタンブールだって。へえ、2000年のもの、可愛い素敵ね。うん、これちっちゃいもんが好きなんだな。
ここだった。どうでしょう。これは私が持ってるピンクのにすごい似ている。じゃん。これはお母ちゃんに1個買いたいんだけど。これも一緒、ほぼ一緒だよ。うん、なんか2脚買った方がいいんじゃないか。あ、うち。でもね、私これも買いたいな。そうね。いや、いいと思うんだけど、これも綺麗じゃない。これは。うん、それも可愛いよ。うん、これ可愛いと思う。あとそれも可愛い。全部可愛いじゃん。どうするの？可愛い。素敵。この辺でございます。あ、素敵。これも綺麗だ、うん、このブルーも綺麗な、すごい綺麗。ばあちゃん、どれがいいかな。またライン電話しようかな。でもこれとピンクの似てるから、これとピンクのでいいなっていう気もするんだよな。でもこれも欲しいの。それすごい綺麗でしょ。これは買おうかな。私ね、これはこれとこの3つが欲しい。じゃあ俺これお母ちゃんに買おうか。うん、これもいいと思うよ。そうしようか。じゃあこれ4つで100ユーロで交渉しようか。100だって 3なんで、1個3なんだよ。1個30でしょ。うん、3、4、10、120でしょ。3、4、10、100にしてくれる。うん、いいよ。あれ、自分の部屋してレッキャットコムサエスコンプラしてソンヌホキャット、レッキャットセトタルセソンソンバーメーセポシブオーケーセポオーケーはーい。多分売ってくれると思うよ。売ってくれないから聞いてみたら。ジュプアジュティサオシフォープレスドディジェホノーサッチ。オフェッチディッシューズジュプーフェアンデレデュクションウィエパーデディラクションミントンサクトレシェアウィエジュコンコンサクトレシェアじゃあ20ユーロキャンスキャンス。Non, ça, ça c'est vraiment 25 minimum. 25. Mais si c'était 25, je vais acheter. Oui, ça va. Allez-y. 25. Yeah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Oui. Vous voyez, ces deux-là, je vous les donne en fait, si vous voulez. Oui, oui. En fait, regarde, elles ont. Voilà, il y a un petit. Ah, oui, peut-être, oui. Malheureusement, il y a un petit. Oui.Il y a un petit accident, mais je vous les donne si vous voulez. Oui. Si vous les voulez, je vous les donne ça. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'est gentil. Vraiment gentil. Là, elles sont jolies, mais. Ouais, c'est un peu cassé. Voilà, c'est très souvent le problème. Ouais. Il y a très souvent. Ouais, je comprends. Mais on peut utiliser quand même. Normalement, oui. Oui. Ok. C'est possible. Merci, c'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. はい、ではまみちゃん、はい、買いましたね、今日も良かったね、うん、すごいミントン、うちのお母さんにも色々買えたから良かった、良かったね、うん、じゃあお昼行こう、はい、美味しいとこに行けるよ、はい、ここです、ん、あ、ここ、うん、ここわーい、おいしい、アーティチョークのサラダとかもあるよ。ほんと？おいしそう、うん、どうしようかな、おいしそう、じゃあね、おいしいよここ、うん、じゃあ私がメニューを取ってあげます。ありがとうございます。よく来てたの？すごいよく来てた、すごい近くだったからしょっちゅう来てた。へえ。あ、ブラッターベックレンジームとかもある。そうなん、美味しそうじゃない。はい、じゃあ乾杯。乾杯。あれ、そいつの水じゃないの？だってこれ入れるグラスがないグラス頼まない、頼まない、いけるね。いや、楽しみだわ、なんか、うん、久しぶり、うん、イタリアン来るの久しぶりじゃない、うん、イタリアン最近行ってないよね。そもそもこの国であんまりイタリアンに行かない。あ、そうね、確かに。なんかね、なんでだろう、高いんだ。高いっけ、イタリアン高い。あ、そう、フランスのイタリアン高い。何度連呼する、連呼する。すごい、シェフの髪がクルクルだよ。そうね、うん、クルクル。すごいいい人だったよ。そうだ、すごい、そう、なんかすごい、ビアンビアンとか言って、そう、なんかいつもなんか陽気な感じな。いいよね、なんかそういうの期待してるよね、我々はね、うん、イタリア人に、うん、
あ、本当だ、かわいい。セジョリー。セジョリアン。メッシー。メッシー。すごい、なんか。これさ、うちのやつみたいじゃない、お皿。本当だ、かわいいね、なんかね、やっぱね。なんかなかなかこういう店珍しいよね。でしょ、うん、そうなの。さすがマミタ。ほら、かわいいでしょ。あ、おお、うまい。おいしそう。おいしそう。ここは？おいしそう。撮ってください。撮ってるよ。あそこじゃない？ビデオじゃなくて。おいしそう。うん、おいしそうだね。はい、じゃあ、あ、これあれじゃん。イワシじゃない？うん。おいしそう。はい、どうぞ。ありがとう。よいしょ、人気店なんだよ。わかる、うん、なんかね、あの地元の感じがいいの、うん、いいわ、いい休日だわ。そうね、いい休日だね、うん、本当に、うん、今そう言われて確かに今日休日だったって思い出した。忘れないもう休日とかわからなくなったから。忙しかったからね。そうね、ずっと忙しいね。いいことだよね、うん、いいことだよ。さっきのは何だったんだろうね、頼んでない。そういえばそうだよね、頼んでないよね。これ私たち頼んだのは豚のあれと牛のカルパッチョでしょ、うん、牛じゃなくて魚だと思われたの。わかんない、そんなことない。わかんない。いや、そんなことあるよ。そんなことないよ。そんなことなかった。だってこれカルタです、ね、このお皿も可愛くない？何これ、なんかいろいろお皿が出てくる。ちょっと待って、撮らせてくれ。ほら、来た。あ、本当だ、俺やっぱり。おいしい、メッシー。すごい、やっぱさっきのあれだった。可愛 い、ね、このお皿も。撮ってるよ。あれ、私も撮って、私だ、私が撮るんだ。なんかすごい撮ってる人たちみたいじゃん。まあ、すごい撮ってる人だけど、このお皿かわいい。これね、ブルジョアってやつ、ほらうちにあんじゃん、これ。あ、そう、この種類の。あー、へー、面白いね、うん、本当に。このお皿もかわいいんだな、うん、マミコ好きそう。なんか見たことある気がする、こんな感じのデザインじゃない、うん、見たことない。ない。え、あ、そう、かわいい、すごくかわいい。カルパッチョも美味しそう。どうぞ、先にどうぞ。これ見たい。アレクサンドラ、テールドフェフだよ。あ、本当だ、かわいい、このお皿。わーわーわー、じゃあどうぞ。はい、あ、超ビーフが美味しそう。美味しそうだね。見て、厚切りだよ。厚切りだ。カルパッチョ厚切りでいいのかな。ありがとう。いいんだよ、美味しそう。これなんかカルパッチョっていうよりはなんか生の肉で。そうだよ、生肉感あるよね。うん、美味しそうだけど、すごい。すごいね。うん。美味しくない？うん。なんか味がしっかりしてるよね。うん。これは新鮮だわ。厚みがあるから食べ応えない。でも厚みがあっても全然気にならない。そうよ、美味しいよ。うん。すごくいい。メッシー、あー、セジョリー。おいしそう。あー、すごいいい香り。すごいね、うん、いい香り。おいしそう、うん、イカの香りがする。あ、サンジャックもおいしそうじゃん。じゃあ私も撮ろう。あれあれ、同時。そういえばよく考えて写真撮ってなかった。写真撮んなきゃ。私、おいしそう。あ、おいしい。おいしい、うん、いいね。メッシー、僕、メッシーガッチェ、おわー、メッシー、ありがとう。